例えばここに注目したいよ、ここに注目したいよ、そしたらここに座標軸取ればいいじゃないか。これ Z 軸だ、これ X 軸だ、これ Y 軸だ。そうするとここに接平面って言います、専門用語。接平面、平面ができる。これ数式で書けます。これ結構書けない。これ個体の変形そのもの、あるいは流体の変形そのものだと思っていただいても構わない。まあ何でもいいんですけど、局面、短め局面出しますね。ちょっと短め局面出します。これ局面ですよね。頭でも構いません。これ薄いからすごいですね。これ平面なんですね。何を言ってるかというと、さっきこれ局所局所で考えたって。直線で。二次元になったら何になるかって平面。だからここに局面があったとしたら、こうですね。どっかの中央に空点に対してこういう平面。岐阜大学工学部の永井と申します。CA ユニバーシティの方では数学の、講師をさせていただいております。本講座ではCA の後ろにある理論、大体皆さんが嫌がって避けるようなものですけれども、そういうふうなものをですね、簡単に、できるだけ簡単に見える化をして、積極的にですね、例えばですけれども、ここに、男性体があるわけですね。そこにこういうふうに、メッシュを切って、でこれ変形させたらどうなるのみたいなお話を、数式を使ってですね、記述していきたいな、皆さんに分かりやすく説明していきたいなと思っております。で、具体的にはですね、やはり高校に勉強したもの、あるいは大学1年時までに勉強した数学というのをですね、CAE、あるいは連続体力学、材料力学、流体力学、そのような観点と結びつけてですね、まず、大学1年までの数学をですね、復習していきたいと思います。で、その後に、ですね、物理現象をですね、微分方程式で表現する数理モデルといいますが、そのようなものをですね、学習していただければなと思っております。はい、この講義ではですね、正比例関数 Z イコール AX についていろいろ勉強していきたいなと思います。Z イコール AX なんて簡単だって言うかもしれないんですけど、実はですね、それが平面の式になったり、あるいはもうちょっとですね、この画像をキュッと変形させるようなものまで含むわけですね。で、それでですね、皆さんに、絵を描いて、それを図解できるようにしましょうっていうのが、この講義のメイントピックスになるかと思うんですけれども、絵描くっていうと3次元だから結構難しいんですよね。こちらの方に X 軸がありますね。で、こっちも Y 軸とりましょうか。で、そしたら Z 軸がこういうふうに出てくるわけですね。ここにですね、なんか難しいですね。できるかな？こうしてですね、さらにここに平面を考える。平面ってこういうふうな感じなんです。これ数式で書くと意外と難しいんですね。これで皆さん、ライフをします。で、さらにこれをですね、真上から見たらどうなるんですかみたいなこともですね、皆さんの知ってる CA の言葉で言うと、コンタズだとか、圧力のコンタス、あるいは透視面だとかいうようなお話なんですが、そのようなお絵描きをですね、皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。で、繰り返しになるかもしれないんですけれども、こういうふうな絵を描いてですね、図解をすることができれば、他人にですね、こうだよと絵を描いて説明できる、することができれば、大体皆さんの理解はですね、本質握ったよと言えるようになるかなと思います。一緒に手を動かして楽しみながら数学を勉強しましょう。